これを知ったら絶対に人に話したくなる。あなたの知らない日本一を紹介します。チリの日本一11選。この前旅行で、島根県の出雲大社に行ってきたんだぜ。出雲大社といえば、今人気のパワースポットね。どうだった？しめ縄の大きさにびっくりしたぜ。あれは絶対、日本一大きいしめ縄だな。確かに出雲大社のしめ縄は大きいわよね。でも、実は、日本で一番大きなしめ縄は出雲大社ではないの。福岡県にある宮地岳神社という神社のしめ縄が日本で一番大きなしめ縄なのよ。ああ、残念。日本一大きなしめ縄見てきたって自慢したかったのにな。そんな出雲大社だけど、実は建物の高さで日本一だったことがあるのよ。え、全然高い建物のような気がしなかったけど。昔といっても平安時代の話ね。当時の文献には、出雲大社が日本で一番高い建物だったと記されてたわ。随分と昔だな。昔は今の建物と違ったのか？その通りよ。一説によると48メートルあったとか。ちなみに今の建物の高さは24メートルだわ。へえ、昔は出雲大社が日本で一番高い建物だったなんて知らなかった。これは面白いこと知ったぞ。早速友達に教えてあげよう。実はこれ日本一というのがわかると面白いな。他にも探せばいろんな日本一が出てくるだろうか？それはもちろん、いっぱいあるわよ。ほんと？教えて、教えて。わかりました。では今日は世界に誇る日本にある日本一の場所11選を紹介するわ。やった、楽しみ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは日本で一番速いエレベーターよ。間違っても、うちのマンションのエレベーターではないことだけは確実だな。それで日本一速いエレベーターはどこにあるんだ？神奈川県横浜市にある横浜ランドマークタワーの展望階行きエレベーターが日本で一番速いエレベーターよ。一体どのくらい速いんだ？時速 45km。69階の展望階までわずか40秒で到達するわ。時速 45km のエレベーターって、めちゃくちゃ速くないか？乗っている人は大丈夫なのか？もちろん、大丈夫だわ。エレベーターの形といえば通常は箱型をしているけど、空気抵抗を抑えるために、上下を流線形の形にして揺れを減らすなど様々な工夫がなされているの。その結果、エレベーターの床に10円玉を立てて動かしても、倒れることはない、ほどの安定性を実現しているわ。時折不自然な動きを見せる私のうちのマンションのエレベーターより、よっぽど安心だな。何それ、マリさんちのマンションのエレベーターなんだか怖そうね。私のうちのエレベーターは、止まる時に必ずワンバウンドして、ピタッと止まらないぜ。それはそれで怖いわね。ところで、横浜ランドマークタワーってできたの結構前じゃなかったか？横浜ランドマークタワーが完成したのは1993年よ。今から30年前ってことか。その時から日本一最速のエレベーターだったってことはすごいな。いえ、完成当初は日本一どころか世界一最速のエレベーターだったの。え、世界一ってすごいな。で、今は世界一じゃないわけ？そう、現在の世界一最速のエレベーターは、中国広東省広州市にある、CTF 金融センターという超高層ビルにあるわ。ちなみにどのくらいの速さ？時速 75.6km。うわぁ、時速 45km が普通に感じるぜ。次に紹介するのは、日本一高低差つまり落差のあるジェットコースター。また、高いところ、そんな恐ろしいジェットコースターは一体どこにあるんだ？三重県桑名市にある長島スパーランドのジェットコースター。スチールドラゴン2000よ。長島スパーランドって聞いたことあるぜ。絶叫マシンがいくつもある遊園地だよな。マリサ、よく知ってるわね。その中でもスチールドラゴン2000は、日本一落差のあるジェットコースターとして絶叫マニアには大人気のマシンよ。実際、どれぐらいの落差があるんだ？最大落差は 93.5 メートル。およそ30階建てのビルのてっぺんから急降下するような感じ。うわぁ、もうそれ聞くだけで無理だぜ。しかも日本一なのは最大落差だけではないのよ。え、まだあるのか？ジェットコースターの最高部の高さ97メートル。この高さが日本一なの。ほぼ100メートルだな。その高さから、68度の傾斜を一気に 93.5 メートル下まで急降下。体感はほぼ真っ逆さまだそうよ。髪の毛総立ちだな。そして極めつけは、コースの長さ。全長2479メートルは、なんと世界一。絶叫マシン好きにはたまらないだろうな。私は今の話だけでもう十分に絶叫を味わえたぜ。次に紹介するのは、日本一価格が高い土地よ。同じ高いでも、今度は価格が高いところだな。ようやく怖いところから解放されたって気分だぜ。で、日本一価格が高い土地っていうのはどこにあるんだ？ズバリ東京の銀座。その中でも、東京都中央区銀座4丁目にある山の楽器銀座ビルが建っている土地が、日本で一番価格が高い土地だわ。やっぱり東京か。これはなんとなく予想通りだな。で、日本一高いと言うけど一体いくらするんだ？私でも買える値段だったら考えてもいいぜ。1平方メートルあたり5300万円。え？ 1 平方メートルって1メートル ×1 メートルの広さだよな。
っていうか狭さって言った方がいいかもしれないけど。そうよ、1平方メートルは畳1畳分もないわ。うわぁ、たったそれだけの土地が5300万円もするって、もう凡人がどうのこうのできる、レベルじゃないじゃん。その点に関しては、まさしくマリサの言う通りね。ちなみに、日本で一番価格が安い土地はどこにあるんだ？最も土地の価格が安いのは、北海道滝の上町よ。土地の価格は1平方メートルあたり6280円よ。1平方メートルあたり6280円だったら私でも買えるぜ。買ったところで一体どうするの？うん、どうしよう。次は日本一大きな交番よ。え、何それ？交番って大体どれも同じくらいの大きさじゃないのか？東京都町田市にある忠興区交番は、職員総勢70人を構える日本で一番大きな交番だわ。もうそれって交番っていうより警察署じゃないのか？確かに、この忠興区交番は、警察署の地域課の配下に置かれる一般の交番とは異なり、署長直下の大型編成交番なの。一体どうしてこんな大きな交番を作ったんだ？東京都町田市は1960年代以降、東京のベッドタウンとして発達し、東京都内では東京23区、八王子市に次いで3番目に人口が多い町となるの。そういえば、町田市には大学もたくさんあるイメージだな。その通りよ。バブル崩壊後、東京の中心部からいくつもの私立大学が移転してきたわ。そして、とりわけ忠興区の丘陵地は、住宅地としての開発が急激に進んだ地域なの。人口が増えたってことはそれだけ警察も忙しくなるってことか？そう、業務量の激増に対応するため、2007年に忠興区交番が新設されたってわけ。ただ警察署として新設をしようとすれば、条例の改正などを必要としたため、交番として設置されたってわけなの。最近は交番って言っても警察官が駐在していない交番もある中で、これだけ大きな交番が地域にあれば安心できるな。そうね。次は日本の中で海から一番遠い地点を紹介しようかしら。マリサ、一体どこだと思う？北海道のど真ん中じゃないか？北海道はなんてたってでかいからな。答えは、長野県よ。長野県か、確かに長野県には海がないけど、なんか意外だな。日本で海から一番遠い地点というのが、長野県佐久市の市街地から 10km ほど離れた、群馬県南牧村との県境に近い、標高約 1200m の山中にあるの。海から一番遠い地点って言うけど、海から一体どれくらい離れているんだ？日本海側、太平洋側、どちらの海からも 115km 離れているわ。ふーん。ところで、日本で海から一番遠い地点を一体誰が、どうして知りたいと思ったんだ？確かにマリサの言うこともわからないでもないわ。普段の生活の中でそんな疑問浮かばないものね。私はいつも日本で一番楽できる仕事はないかなって考えてるぜ。あはは、でももしかしたら、日本で海から一番遠い地点を知りたいと思った大学生と一緒かもしれないわ。どういうこと？茨城県つくば市に国土地理院が運営する、地図と測量の科学館という施設があるのは知ってる？いや、初めて聞いたぜ。1996年、この施設で開催した何でも相談コーナー夏休み相談会で、筑波大学の学生が海から最も遠い地点はどこですかという質問をしたの。あれ、そういう夏休み相談会っていうのは、大抵小中学生の夏休みの自由研究のために、開かれるんじゃないか。そこで大学生が相談しちゃったってわけ？もしかしたら、自分で調べないといけないのを職員さんに聞いてそのままレポートに書こうと思ったか？その大学生の真意は正直わからないわ。純粋な好奇心からだったかもしれないしね。とはいえ質問を受けた国土地理院が調査した結果、北緯36度10分、東経138度34分の地点、すなわち長野県佐久市の山中にある地点が海から最も遠い地点だってことがわかったの。国土地理院としても、地理のプロとしてのプライドがあったのかもな。答えられて何よりだぜ。それをきっかけに、長野県佐久市側も、日本で海岸線から一番遠い地点として、町アピールしているわ。へえ、実際にそこまで行けるのか？行けるわよ。日本で海岸線から一番遠い地点という標柱もちゃんと立っているわ。その地点は、県道93号線沿いにある林道入り口から徒歩で 2.3km の距離にあり、時間にしておよそ80分のコースタイム。気軽に行こうってところではないな。行くのなら、本格的な登山の用意をしなければいけないわ。到達した時の写真を佐久市に送ると、日本で海岸線から一番遠い地点到達認定証を発行してくれるそうよ。そこまで言われると、なんだか行ってみたくなるぜ。次は日本の中で最も高い気温を記録した場所を紹介するわ。どこだと思う？そりゃ、絶対沖縄に決まりだぜ。答えは、埼玉県熊谷市。うわぁ、意外だぜ。埼玉県って、東京の隣にある県だよな。そうよ。最高気温って、一体何度まで上がったんだ？2018年7月23日、最高気温 41.1 度を観測。高知県四万十市で観測した。これまでの最高気温 41.0 度を上回り、最高気温更新となったわ。どうして埼玉県熊谷市はこんなに暑くなるんだ？
熊谷市は2方向からの熱風が交わる熱風の交差点とも呼ばれているの。熱風の交差点？そう、まずは太平洋側から海風に乗って北上してくる暖かく湿った南風が吹いてくるのだけど、この風は東京都心を通る際にヒートアイランド現象によってさらに熱せられる。灼熱のコンクリートジャングルを通ってくるんだから、かなり暑くなりそうだな。一方、秩父山地からはフェーン現象によって温められた西風が吹き込んでくるわ。その二つの熱風がちょうど熊谷市で交差するってわけだな。その通りよ。ちなみに、歴代最高気温を観測した。7月23日は日本歴代最高気温の日として記念日に制定されているよ。なんと、記念日にまでなっているなんて、知らなかったぜ。日本一の最高気温ときたら、次は日本一の最低気温の場所も紹介するわ。これは絶対北海道だな。その通り、北海道よ。1902年1月25日、北海道旭川市で観測したマイナス41度が日本の最低気温。マイナス 41.0 度というのがどのくらいの寒さなのかもはや想像できない気温だぜ。南極にある昭和基地の気温が、だいたいマイナス40度よ。うわぁ、日本にいながら南極を疑似体験だな。ちなみに南極でも場所によってはマイナス 89.2 度を観測する地点もあるわ。それ以上寒さの話をすると、聞いているだけで凍えてくるぜ。ところで旭川市はなぜこんなに寒くなるんだ？冬になると、大陸側からやってくるいわゆるシベリア寒気団とオホーツク海側からの寒気が、旭川市のある上川盆地に吹き込んでくるからなの。なるほど、熱風の交差点ならぬ寒気団の周回場所って感じだな。寒気団の周回って、マリサうまいこと言うわね。ちなみに、1月25日は、日本最低気温の日だな。その通りよ、マリサ。やった、これ絶対友達にクイズ出してやるぜ。今度は、日本一病床数の多い病院を紹介するわ。うわぁ、一体どんな大きな病院が出てくるんだ？日本一病床数の多い病院は、愛知県名古屋市のお隣、豊明市にある、富士大科大学病院よ。で、病床数はどれくらいなんだ？1376床ね。それだけ大きい病院だと手術の数が多いんだろうな。その通りね。手術室は25室あり、年間手術件数は1万4197件という実績を誇っているわ。年間1万4197件も手術しているって、1日あたりにすると、1日あたりおよそ38件ね。うわぁ、とてつもなく忙しそうだな。そんな大きな病院なのに、富士大科大学病院っていうのは初めて聞いたぜ。いつ頃からあるんだ？1973年、名古屋保健衛生大学病院として開設。途中、藤田学園保健衛生大学病院、藤田保健衛生大学病院と名称を変更しながら、2018年、藤田医科大学病院に改称し、現在に至っているの。今から50年前にできた病院なんだな。日本一病床数の多い病院として覚えておけば、いざっていう時役に立つかも。マリサのいざっていう時はどういう時？私にもわからないけど、いざっていう時のためにだ。次は日本一や世界一長いベンチを紹介するわ。面白そうだな。一体どこにあるんだ？そのベンチは、富山県南砺市にある瑞泉寺前に作られた木製ベンチよ。日本一どころか世界一長いベンチだったんだな。そうよ。長さは 653.02m。それまではどこにあるベンチが世界一長いベンチだったんだ？ギネス世界記録を持っていたのはポーランドにあるベンチで、記録は 613.13m。ということは、富山県南砺市で作られたベンチはポーランドのベンチ世界最長記録を、約 40cm 上回ったってわけだ。そうよ、ちゃんとギネス世界記録にも認定されたわ。で、そのベンチは今でも残っているのか？いえ、もうないの。え、ないのか。2011年、もともと富山県の伝統工芸である稲見彫刻を PR しようという目的で、世界一長い木製ベンチを作ろうとなったの。へえ、そのイベントはどんな人たちが参加したんだ？富山大学芸術文化学部の学生がデザインし、地元の小中学生が絵を描いた木の板を320枚準備したわ。それを300人の市民などの手によってベンチに組み立てていったのよ。うわぁ、なんか楽しそうだな。ギネス世界一が認定された後はすぐに切り分けられるなどして、地域の各所で利用されているわ。次は日本で一番年間入園者数の多い動物園ね。これはさすがに知ってるぜ。上野動物園だな。正解よ。上野動物園は、1882年、東京都台東区の上野恩賜公園内に開園した日本初の動物園で、年間入園者数は約350万人。すごい入園者数だな。1日あたり約1万人近くの人が入園してるってことか。ちなみに入園者数2位以下の動物園はどのくらいの入園者数なんだ？第2位は、愛知県名古屋市にある東山動植物園で年間入園者数は約230万人。第3位は、大阪府大阪市にある天王寺動物園で入園者数は約150万人。うわぁ、ということは、上野動物園の入園者数はダントツだな。そんな上野動物園といえばやっぱりパンダだよな。
マリサの言う通り、やっぱりパンダよね。最近では、パンダの森という新しい施設もできたしね。ところで、そのジャイアントパンダは世界三大珍獣の一つと言われているの。あとの二つの動物は何か知っている、マリサ？なんだその世界三大珍獣って？初めて聞くぜ。珍獣というなら、キリンとゾウじゃないか？だって首が長い、鼻が長いって、よく見たら珍獣だからな。答えは、オカキトコビトカバ。なんだその動物は？どちらの動物も上野動物園で飼育されているよ。じゃあ、今度上野動物園に行って探してくる。どんな動物なのか見てやるぜ。最後は、日本一や世界一面積の広い露天風呂を紹介するね。あ、いいね。広い露天風呂に入って泳ぐのに憧れるぜ。いやいや泳ぐのは良くないわ。わかりました。で、日本一や世界一面積の広い露天風呂は一体どこにあるんだ？それは、福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズにある大露天風呂。江戸城は余市よ。一体どのくらいの広さなんだ？男湯と女湯を合わせて1000平方メートル。1997年にオープンした大露天風呂江戸城は余市は、世界最大の露天風呂として、ギネス世界記録にも登録されたわ。これ浴槽全部の面積の合計なんだな。そうよ。1000平方メートルの広さといえばテニスコート5面分の広さだわ。いや、そんなに広いなら、ちょっとぐらい泳いだっていいんじゃないか？そんなことしたら怒られるからね。なんか広さだけ聞いてテンション上がっちゃっただけだ。ちゃんとマナー守るから安心しろ。なんか心配。いっぱい日本一が出てきたな。こんな日本一もあるんだって驚きもあったり、とても興奮したぜ。やっぱりこういうのを聞くと人に言いたくなるよな。そうね。明日は絶対、友達に日本一クイズだな。今日は私の知っている日本一を紹介したけど、日本にはまだまだたくさんの日本一があると思うの。だから、ぜひ皆さんの街の日本一をコメント欄で自慢してね。待ってるわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。